それでは、本日のゲストは、コーチユナイテッド SC、ディフェンダーの山下幸輝選手です。もともと、山子チャンネルを始められたそのきっかけというか、はい、やっぱ YouTube って編集も必要だし、うん、こう一歩なかなか踏み出せないって状況で、あのコロナの自粛期間があったので、その期間にじゃあもうそれこそあのボンズの池田くんが結構バーって人気になった時期だったので、まあ、僕も同じような内容を上げてみようと思って、うん、1日のルーティン動画とかを上げ出しました。はい。でなかなかあの知り合いしか見てないっていう状況がやっぱずっと起きるじゃないですか。はい。でその時にもう編集がめんどくさかったんで、なんかちょっと自分が感じてる価値観的なところを話してみたんですよ。もう普通に、うん、背景ここですけど、こんな感じでずっと自分の考え方を喋るみたいなことしたら、ちょっと伸びたんですよ。その、はいはい、まあ、数少ない再生数の中でも、ちょっとだけ100再生か200再生ぐらい多かって、うん、で、そっち側にガラッとチャンネルを変えたんですよ。はいはいはい、はい。そしたら一気に徐々に徐々に伸び出して、うんうん、いい感じになりましたね。ちょっと、はい、伸びて。あれ、始められたのが今年の ?4 月ぐらいで、100人に行くのもなかなか大変で。最初はね、そうですよね。あ、それがけど、まあ、で、一旦まあ、3ヶ月で1000人いけたらいいかなっていうのでやってたんですけど、まあ、その100人超えた値ぐらいからそのチャンネルをちょっとガラッと変えていったら、50日ぐらいで行きましたね。1000人行きました。結構多分早い方です、ね、YouTube の素人が始める中では。ちょっと満足しちゃって、1000人目標にしてたんで。はいはいはい。で、もうそっからちょっと動画の更新頻度が3日に1回になり、1週間に1回になり、あ、どんどん落ちてきて、今、週に3回ぐらいを投稿するようにはしようとしてますね。うん、はい。そうですね。まあ僕の YouTube チャンネルは、その、僕が J リーグに、J リーガーになる過程を上げたいなと思ってるので、うん、まあなんか、まあ現在は JFL なので、そこが達成できてないんですけど、達成過程っていうのを楽しんでもらいたいなっていうのが一番の狙いで、まあ達成した時に、まあ俺はこの選手を昔から知ってたっていうか、この選手が JFL で出演してた時から知ってたよっていう人が少しでも多くいたらいいなと思ってて。で、まあそれが結果、ファンっていうかサポーター、個人が持ってるファンとかサポーターにつながってくると思うので、そうですね。なんか、リアルな本当になんか辛い思いとか、今試合に出て調子がいいとか、なんかそういうところまで、なんか一緒にこう J リーガーになるのを楽しんでもらいたいなっていうチャンネルです。うんうんうん、はい、どうですか、コーチのサポーターの熱さとか。いやー、いいですよ、熱くて、うんうん。で、まあ、コーチやっぱ親近感があるのが無理だと思うので、うん、サポーターと選手の距離が近いので、うんうん、それが僕は好きですね、個人的には。はい、はい。はい、うんうん、名前自体はちょっとずつ知ってもらってますけど、うん、じゃあ実際どこで試合してるのとか、どこで練習してるのとか、うん、そういったとこはまだ出てないかなっていうのは感じます。うん、けど、まあ、僕、高知大学出身なので、大学時代の、まあ、ユナイテッドとか前身のチームのアイゴストコーチっていうのを知ってるんですけど、その時から比べるとやっぱりもうすごい広まってますね。そうですね。まあ、街全体とはまだいかないですけど、うん、少しずつ、ユナイテッド応援しようっていう雰囲気が浸透してきてる気はしますね。コーチユナイテッドも、まあ、今年から、まあ、JFL に、上がって、クラブ史上初めての、全国リーグになると思うんですけど、まあ、開幕して、まあ、数試合戦ってみて、今チームとしてこう当初の目標からどうですか、想定通りなのか、ここは良かったなとか悪い、ここはもうちょっとこうしたいなとかありましたらお願いします。まあ、なんか僕の印象ではもうちょいやれ逆にやれないのかなと思っててチーム自体が防戦一方になるかなっていう感じでしたけど、はい、もう最初の 1,2 節はどっちかというと勝ち切れたなっていう試合だったので、うん、まあそれで意外とやっぱりいけるなっていうのをやっぱ選手自身も感じて、で雰囲気もいい感じでなってる中で、この前第3節1対2で負けたんですけど、うん、ちょっとメンタル的にチームとしてはちょっとできる、俺らができるっしょっていうのがチーム内であるかなっていうのは感じますね。うん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 、コーチは、監督、ね、今年西村さんに代わられて変わった部分はありますか？継続してる感じですか？継続にプラスでもう一個判断、うん、上の判断しようよっていう感じの中ですかね。うん、まあ、四国リーグだとやりたいサッカーもできちゃうんで、うん、もう一個プレススピード上がったり、うん、プレス来られたりした中でやっぱり判断して裏に行けるシーンも必要だよねっていうところで、うん、一人一人の判断
っていうところを質を上げようっていうところが今ですね。まあ、コロナの影響もあってなかなかこう、ね、試合遠征に行くっていうのも結構大変なところがあると思うんですけども、コンディショニング的な部分であるとか体も心も含めての、難しさとか感じる部分はありますか？まあ僕はそんなに感じないですね、個人的には。まあただ寂しいなっていうのがあるぐらいで、まあなんかこれぐらい逆に気にしないようにしてるってもありますけどね、そうなった環境に対応するっていうのは、なんか特にコロナだからどのこうのっていうのは僕自身はあんまりないですね。チームとしては G リーグ今年上がれないので8位目を目指そうっていうところをチームでは目標に置いてて、まあ、初の JFL なのでいろんなところが未経験ですけど勝ち点重ねていくっていうのをやってますね。まあ、自信はもう選手がいいと思ってるので自信だけは残しつつ、まあ、それが過信にならないようにっていうのが気をつけて、まあ、あとは日々の足りないところをやっていくだけっていう感じですね。じゃあ、はい、まだ終了したと思います。ありがとうございました。